スターリングエンジンを搭載しての建造が終焉を迎える中、最新鋭潜水艦はクゲイの進水式も無事迎えた。オーストラリアが原子力潜水艦導入計画が発表され、非凡も導入かと噂され始めている。今回は海上自衛隊潜水艦22隻体制を詳しく見ていきましょう。タイゲイ潜水艦も就役する予定。日本は通常動力型潜水艦で、トップ性能や戦略的にも潜水艦では世界屈指です。潜航深度も不明ですが、各国をはるかにしのぐ深さのスペックです。言わない方がいいですね。海上自衛隊としては、タイゲイ型潜水艦の2番艦となる艦艇が、進水式と命名式とを、2021年10月14日の日の午後に、同時に執り行うこととしており、現在建造を担当している、川崎重工業者の神戸工場で、式典が予定されている。タイゲイ型の1番艦にしてネームシップである、タイゲイは、三菱重工業者の神戸造船所で、ちょうど1年前の2020年10月に、進水式と命名式を終え、今は最終の偽装中であり、来年2022年3月の引き渡しが見込まれている。タイゲイは、引き渡し後に、海上自衛隊による海上公試し等を経て実戦配備されることになり、平成25年の防衛計画大綱で謳われていた稼働、潜水艦22隻の運用体制の構築という組織目標をひとまず達成すると運びとなると言える。これは世界で6番目に広い領海を持つとされる日本において、その防衛に必要な潜水艦の数を計画として定めていたもので、22隻体制の前には16隻体制の構築により、その広い領海をカバーする戦略が定められた状態だった。平成25年の防衛計画大綱で、この潜水艦16隻体制が22隻体制へと、6隻の増加を打ち出した背景には、近年、海洋進出の著しい中国海軍への備えを強化せざるを得ないとの政治判断があり、これは、ますます強化される傾向にある。無論、これは、南シナ海、台湾海峡、そして日本の尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面への中国海軍の増強が、これまで以上の速度で新造艦を投入してきている現状に照らせば不可避な対応であり、目前の必須課題だ。海上自衛隊ではヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、やかがに航空母艦化改修を施し、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として、軽空母的に運用する対策も並行して進めているが、やはり中心戦力は潜水艦である。前述のように、2022年3月には、最新型のタイゲイが海上自衛隊に引き渡されることで、潜水艦22隻多用が構築されるが、その内訳は、タイゲイ型1隻、双竜型12隻、親潮型9隻で、ひとまずは構成されることになる。親潮型は、1998年から、就役しており、基準排水量2750トン、水中排水量3500トン、全長 82.0 メートル、全幅 8.9 メートル、深さ 10.3 メートル、喫水 7.4 メートルの艦隊に、約70名の乗組員を抱える。通常動力型潜水艦だ。親潮型の機関は、ディーゼルエンジンと鉛製蓄電池、発電機とモーターを備える、ディーゼルエレクトリック方式であり、全11隻が建造されたが、すでに、1.2 番艦は、練習艦に変更されており、実戦配備は、9隻となっている。次の、双竜型は、2009年から就役。基準排水量2900トンから2950トン、水中排水量4200トン、
全長 84.0m、全幅 9.1m、深さ 10.3m、喫水 8.5m の艦隊に約65名の乗組員を抱える潜水艦である。そう、龍型は1番艦から10番艦まではディーゼルエンジンと鉛製蓄電池、発電機とモーター、これにスターリング機関を備える非対機依存推進型のディーゼルエレクトリック方式であり、当時は最新の構成だと注目された。しかし、そう、龍型は11番艦の桜龍からスターリング機関の搭載を廃止し、ディーゼルエンジンとリチウムイオン製蓄電池、発電機とモーターを備えた機関構成に変更され、一旦非対機依存推進型ではなくなっている。スターリング機関の搭載を廃止したことで、桜龍以後はカタログデータ上では水中の軸馬力は8000馬力から5600馬力へ、水中最高速度も20ノットから18ノットに低減した形だが、運用上の水中性能の持続力は増したとされている。一説には出力の割には大きく重量のあるスターリング機関を廃止したことで水中での運用の自由度が増加した点と、限られた潜水艦内にスペースの確保が図られた利点があるとされ、実用初のリチウムイオン蓄電池の採用潜水艦となった。リチウムイオン製蓄電池は従来の鉛製蓄電池よりも大電流、大容量であることが大きな特徴だが、小型の家電製品などで事故が多発していたように発火しやすい点が課題であり、これを日本の GSU 浅社の技術や艦隊そのものへの対策で実現させたものだ。ただし、コスト面では従来型よりも高額となってしまい、建造費は、そう、龍型10番艦、小龍が約517億円だったことに対して、11番艦の桜龍では約643億円と約 24% ほどの高騰も指摘されている。最新鋭の大鯨型は、そう、龍型11番艦桜龍以後の機関構成を踏襲しており、基準排水量約3000トン、全長 84.0m、 全幅 9.1m、 喫水 10.4m とされており、約70名の乗組員で運用される模様だ。建造コストに注目してみると、大鯨型1番艦でネームシップの大鯨は約800億円と予算上からは判断することができ、新型のシュノーケル発電やソーナー等の新システムが盛り込まれてはいるが、コストは明らかに比例して増加している。現在の海上自衛隊の親潮型、そう、龍型、大鯨型の3種類の潜水艦ともに通常動力型の攻撃型潜水艦に分類される存在だが、主兵装は 533mm の6門の魚雷発射艦から運用される89式および18式超魚雷とハープーンミサイルとなっている。89式および18式超魚雷とハープーンミサイルは共に対艦攻撃用の兵装であり、海上自衛隊の潜水艦の運用目的と手法が、基本的には自国の領海に侵入してくる敵艦艇を待ち伏せして撃退する戦術に沿った兵装となっていることが特徴だ。ちょうど2021年9月以降には、オーストラリアがアメリカもしくはイギリスの技術支援を受けて攻撃型の原子力潜水艦を調達する方針に転換したことが大きな話題となっているが、それらとはそもそもの艦としての素地が全く異なる。例えばアメリカ海軍の最新の攻撃型原子力潜水艦はバージニア級だが、同艦は水中排水量が7800トン、全長が 114.8m、全幅 10.4m、
喫水が 9.3 メートルもあり、約130以上の乗組員を必要とする大型潜水艦だ。バージニア級は、兵装も対艦用に 533mm 魚雷発射艦を4門装備し、魚雷やハープーンミサイルを運用するほかに、艦隊の上部には、トマホーク対地巡航ミサイル用の VLS を12機装備しており、強力な対地攻撃能力を備えている。原潜であるバージニア級は、水中の最大速力も30ノットを軽く超過するとみられており、オーストラリアは、この速力とそれによる行動範囲の広さ、そしてトマホーク対地巡航ミサイルによる長距離対地攻撃能力を欲したと、ものだ考えられる。これまで、原子力の軍事利用を日本同様に施行していなかったオーストラリアの路線変更から、日本でも一部から原潜の保有を検討すべきとの主張が噴出してきている感があるが、まずは潜水艦の用途を再検討する部分から論じるべきだろう。そもそもバージニア級の建造コストは一隻約3000億円とも言われており、最新鋭の大鯨型の約800億円と比しても、実に4倍近い費用であり、維持費等も考慮した場合、沿海への進出を思うとしていない、今の日本に、必要か否かの議論が必要と思われる。